皆さんおはようございます。高幸でございます。今日はですね、ちょっと皆さんに謝ろうかと思ってですね、私の地元群馬県でもですね、とんでもない事件が起きていたということで本当に申し訳ございませんでした。どんな事件かというとですね、2年前なんですけど、コンビニでですね、ある男がコーヒーの S サイズを注文しました。でコンビニでね、今コーヒーの機械あるじゃないですか。カップをもらって自分で入れるような機械ね。それでコーヒー S を頼んだのに、カフェラテをなんと2杯分どうやって入れたのかわかんないですけど、盗んで、で逃げた。で店員さんが声をかけました。店員さんも70代らしいんですけど、で犯人は60代ですね。で声をかけたんですけど、その犯人が逃げたんですね、車に乗って。でその店員さんがその車のドアミラーにしがみついて逃がさないように止めたんでしょうね。ですがその犯人はもう速度50キロ以上出して車でですね、引きずったまま走り出しました。でその店員さんは、車から振り離され、落ちて脳挫傷、くも膜下出血というですね、重体になった事件がありました。で、その判決がですね、先日前橋地裁で出まして、懲役9年というね、判決が出ました。まあ、その店員さんもですね、自分のね、身のことを考えたら、カフェラテにされてね、盗まれたからって言って、そこまで危険を犯さなくてもよかったのかなとも思うんですけども、正義感が強く、許せなかったんでしょうね。一人そういう人間を許すと、そういったことが蔓延していってしまいますので、許せなかったんだと、いうふうに思います。で、その被害に遭った方、店員さんはですね、まあやはり後遺症が残ってしまって大変な状態になったということで、判決がですね、比較的厳しいものというか、もう当然だと思いますけども、そのような判決が下されたということでございました。はい。今日はですね、私地元の群馬でですね、起こった事件をご紹介させていただきました。今後ね、このようなことがないように私もね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。